ペドロ・アンヘル・ストロップは、ドミニカ共和国産、クリストバル出身のプロ野球選手。右投右打ち。メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズ所属。愛称はストロッピー。2002年に遊撃手としてコロラドロッキーズと契約。マイナー4シーズンで通算打率208と芽が出ず、2006年から投手に転向した。2008年は肘の故障でシーズンの大半を欠場した。2008年9月19日に FA となった。テキサスレンジャーズ時代2008年11月7日にテキサスレンジャーズと契約を結んだ。2009年8月28日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。最初に対戦した打者はジョー・マウアーだった。ボルチモア・オリオールズ時代2011年9月1日にマイク・ゴンザレスとのトレードの後日発表選手としてボルチモア・オリオールズへ移籍した。移籍後は12試合で防御率 0.73 と好成績を残した。2012年は年間を通してセットアップマンに定着。70試合の登板で防御率 2.44 と好成績を上げたが、一方で66イニングで37の与四球を与え、ホイップは 1.34 と制球面に課題を残した。2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。同大会では6試合にリリーフで登板し、大会最多の3勝を記録し、ドミニカ共和国初の大会優勝に貢献した。2013年7月2日に、スコット・フェルドマン、スティーブ・クレベンジャーとのトレードで、ジェイク・アリエータと共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍前は29試合の登板で、防御率7点台、オプス 1.70 と不振に陥っていたものの、移籍後は37試合の登板で、防御率 2.83、ホイップ 0.94。与四球数を大幅に減らし、別人のような投球を披露した。2014年11月27日に、母国ドミニカ共和国のサンクリストバル州で交通事故を起こしたことが判明した。シーズンでは65試合の登板で21ホールド、防御率 2.21 を記録。メジャー定着後の数字としては、キャリア最高の成績だった。2015年は、ブルペンの中心的存在となり、ナショナルリーグ5位タイの76試合に登板。防御率 2.91、2勝6敗3セーブホイップ 1.00 という成績のほか、右打者に対しても左打者に対しても、100台の被打率にまとめ上げる活躍ぶりだった。2016年は、終盤の故障の影響で54試合の登板となり、5年連続となる60試合登板とはならなかったが、2勝2敗、防御率 2.85、ホイップ 0.89 と、前年よりも成績が向上。奪三振率でも自身初の 11.0 台となる 11.4 をマークしたほか、与四球率も下げて制球面でも成長の証を示した。2017年は2年ぶりの60試合登板となる69試合に投げ、5勝4敗、防御率 2.83、ホイップ 1.18 を記録した。防御率は前年と、同程度であったが、以前の制球難がやや見られ、与四球率が 3.9 に上昇した。2019年オフの10月31日に FA となった。2020年2月5日にシンシナティレッズと$182万5,000の単年契約を結んだ。オプションとして最大$167万5,000の出来高が含まれ、背番号はカブス時代と同じ46。8月26日に DFA となり、31日に自由契約となった。2020年9月4日、前年まで所属したカブスとマイナー契約を結んだが、メジャーに昇格することはなく、オフに FA となった。2021年2月17日に再び、カブスとマイナー契約を結び、4月12日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。昇格後は2試合に登板して、無失点だったが、4月17日にアクティブロースターを外れ、マイナー契約となった。その後カブスに自ら退団を要請し、5月5日に自由契約となった。2021年6月24日、メキシカンリーグのモンテレイサルタンズと契約した。テイクバックの少ないオーバースローが特徴。球種は平均95マイルパーアワーの2種類の速球と、決め球である平均83マイルパーアワースライダーが大半を占め、その他に平均88マイルパーアワーのチェンジアップも使用する。速球の球速は2012年では最速 99.1 マイルパーアワー、平均97マイルパーアワーを記録している。2012年の与四球率は 5.0 と制球力が課題であったが、2016年の与四球率は 2.9 と改善された。ありがとうございます。